西洋式庭園の白い骨製の花。西洋式庭園のような成形庭園のようです。壁に囲まれているので、パティオ建築とかサラセン式庭園と呼べるかもしれません。白い骨製の花です。茨のように、内側もすべて絡まり合っていて硬いようです。ニューヨークのアパートの裏庭のように、壁に囲まれています。ツタが絡んだ壁で、地面からつながっているようです。この庭園の植物は、しかし、骨や羊毛など動物性のものでできています。マシュー・バーニーの作品のような印象です。あそこにはまだ誰も見たことがないお姫様が住んでいるらしいよ、という秘密めいた場所。人はあまり来ない、秘密の花園、お城の裏庭のような場所。ですから、人間関係は作らなくてもいい人です。固く堅実な人です。レスリングや柔術のような絡まる競技は強そうですね。暗記は好きで、エンサイクロペディア百科事典のような人です。物事を覚える特殊能力があります。資格試験などは得意です。食事にはゼラチンや豚骨ラーメンなど、動物性のタンパク質をたくさん摂るといいでしょう。財産は常にある人です。現金は多くなくても、地位や仕事が財産となるような、お城に住むお姫様です。